最後に勝ったのは少年。さあさあ、老害出てくるのは老害王キャップあ、昨日そう勝手に言いました。さあ、ゼロ2のリベンジだと言わんばかりにここまで残っている。さあ、キャラは昨日の個人戦と変わらず、裏ギース、裏社、イオリ。さあ、対する少年もキャラは先ほどと変わらず、変わってる、キャラが変わっている。イオリに変えて裏ギースできた。さあ、先方イオリ対裏ギース。さあ、まずはキャップのイオリがジャンプをくぐって壊しからワンコンボ。さあ、わしや片身肉が弱体派で切り返す。バックス風を警戒してカクカク動く。さあ、ここはしっかり上を見ている。さあ、要件をバーカル徹底しとこう。ユリがしっかりコンボヒット確認から、さあ、サケを投げて、カクカクだ、そして距離を詰める。さあ、だが体力リードは少年の裏切り。さあ、ここで逆転したら最後は太陽拳を昇竜で落としに行ったところ、当たらず。さあ、まず少年の裏揺りが1本取る。さあ、地方裏吉野。さあ、ここで少年の裏揺りが発動、届かない。さあ、ピエン・オーアの隙にしっかりとワンコンボ決めて、まずキャップが取り返す。体力はほぼゴムの状態で少年の時報、裏張り。酒じゃないので、パメンティック。さあ、ここは 3B でしっかり対空を読んでいる。さあ、キャップの裏社、ゲージはほぼ3本。さあ、ここで端に追い込んでいくが、ジャンプは落とされる。さあ、また腰から発動に行くが失敗。さあ、空中で技が勝っちゃう。さあ、ジャンプは一気に一発入って、スライサー。おっと、離したな、ジャックス当たった。さあ、言ってる間にキャップが PA から暗黒ご地獄極楽。ああ、この画面端に追い込んで、ここから一発決めて背面ダウンだったが、ここはガード。さあ、ジャンプ B 発動、当たっていたが後つかない。でもだが最後はバックジャンプ D が当たって勝ったのは少年。さあ、先に対象裏ギースが出てきた。キャップ、ゲージはあるぞ。さあ、老害王の老害プレイが炸裂するか。だがエスカ状態で小足からマンコも決まってダメージ5割。さあ、起き上がり前へ。さあ、準備発動。さあ、おいしいが潰した。これはおいしい。キャップ、エスカをジャンプシール潰してワンコンボ。さあ、対象対決、裏ギース対エンジ。さあ、キャップの裏ギースが4本持っている。これは危険。さあ、端に追い込んでダブルレフトで落としていくか。ここはかすみ切りで暴れる。さあ、とりあえず暫定。さあ、またゲージを食べに行く。さあ、刺さって裏ギースの体力が残りわずか。だが、ここでエンディーキャンセル前提ラショーモン。さあ、体力追いついて B を重ねてからのまたラショーモン、今度はマックスバウン。これがキャップの老害プレイ。なんというプレッシャー。さあ、まずキャップが一人取り返す。少年と愉快な仲間たち、続いて出てくるのはのぞみ。さあ、
土曜日の個人戦の鬱憤を晴らせるか。キャラは表マリー、表ビリー、表ギース、全部表。さあそして先鋒戦、いよりだよ表ギース。さあまずギースがジャンプシーで突っ込んでいく。さあ今度はいよりが行くが走ってきたところ壊し。さあバックジャンプビリーで逃げる。さあ壊し対空取ったか、取らなかった。はい、ダブれる。さあ体力リードはのぞみの表ギース。さあどこがよく見ていた、対空にしっかり壊したい。と押し投げ、ここは外したか。最後はジャンプ帽子を振っていたのぞみの、のぞみに引っかかってしまった。さあキャップ地方は裏足。さあ体力差はほぼ飲む、若干苦しいが、キャップの裏足の足に追い込んで背面ダウンから美味しくいただくかと思ったら、ここしっかりのすみがガード。さあ体力差は若干あるが、ワンコンも決めて取り戻す。とチャイケンで突っ込んでいったが何もなし。おっとチャイケンを前転で避けて、ここはしっかり投げを決めていく。さあまたキャップが端に追い込んで取りに行く、ここで取った。しっかりワンコンボ決めて、先にキャップがのぞみの大将表ビリー。さあ大将表ビリー、あ大将じゃない、失礼、中堅、画面見てなくて申し訳ない。さあビリーが発動している。さあしゃがんでいたところに、さあ貪欲に取ったら取りに行く、また取りに行く。さあちょっとこれがローガイプレーなのか。さあ最後は金利を重ねていた。だが最後のぞみさんしゃがんでたような気がするんだけど。さあのぞみの大将表張り。さあまずはとっととこの裏足を倒したい。さあ投げに行った、ここはこま投げ、バックジャンプ B、 あれは見えない。さあ B を振る、 B を振る、大変 B が強いバリー。さあこれ大将戦、裏ギース対表マリー。レイジングストーム不発、ジャンプからしっかり台風まで、レップ目を下げてかわす。さあ酒酒攻撃、スライサーだが打ちが出ない。おーうまい中段振り。さあダブルレップ、ダブルレップ。さあ垂直ジャンプの疾風剣。さあマリーがまたチャンディへ入るが、後が出ない。ジャンプは B 発動もできるが後が続かない。さあこれキャップがジャンプ C からワンコンボ。さあだが若干表マリーが体力リード。これは決まってしまった。勝ったのはのぞみ。